旧北上川沿いにある石巻市和淵地区。駅前には美容室や衣料品店などの商店が軒を連ね、和淵商店会が夏祭りの準備や運営を担ってきました。今年も商店会の一角でお祭りの準備が行われていました。衣料品店を営む相沢孫義さん。和淵夏祭りの運営に携わって約40年になります。和淵の町って260校ぐらいなんですけど、その60校の中でやってるお祭りとしては自画自賛なんですけど、もしかしたら日本一のお祭りなのかなって勝手に思ってます。毎年お盆の8月15日に行う和淵夏祭り、地域住民の交流のためおよそ60年前に始まりました。灯籠に火を灯し、先祖の供養を祈ります。しかし商店の数が3分の1に減り、商店会だけでは運営が困難になりました。なかなか継続が難しいということで、当然地域の方々にですね、手伝ってもらって、地域の方もすごいなんかもう楽しみにしてる方も多くて、もうすごく協力的に手伝っていただいております。みんな好きですねお祭り大好きな人ばっかりです。7月に入るとね、みんなでそろそろまた始まるねっていう感じで、よろしくねっていう感じで、みんなね楽しみにしてますね。終わりました。ありがとうございます。お祭り当日、今からですね、灯籠を並べてもらいます。基本的にグラウンドの中はですね、ライン引いてありますよね。大体でいいです。1メーター間隔ぐらいで置いてください。当日も地域住民が率先して準備を手伝います。よいしょ、さあ足やって、こんなもんかな。よいしょよいしょよいしょ。私たちもぜひ協力っていうことで頑張って来ております。灯籠の花火大会は一番なので自慢だと思います。はい。もっと食べて、もっと食べて、食べて、食べて、はい。おお、すごい。着いたね。着いた。
綺麗だね。全然覇者がないよ。ここに住んでもう66年経つんですけど、やっぱり楽しみです。今日はお帰りの日で、ご先祖さんから自分の母親父親も亡くなって帰っていくんですけど、この灯籠でなんか本当に成仏してほしいっていう気持ちですね。すごい自慢のお祭りだって言ってましたけど、そうですね、そう言われるといかがですか？嬉しいですね。また来年もやらなきゃいけないなんてちょっと思っちゃいます帰省された方とか、すごいこれを楽しみにこの和淵に帰ってくる方も結構多いんで、これがあとまたですね、地元の子どもたちなんかにもね、これが何ていうんですか、脳裏に残れば本当に屋台に上がるのかなと思います。和淵の自慢のお祭りは、地域住民の手でこれからも受け継がれていきます。